皆さんこんにちは、スプレアートでなべれちゃんです。このチャンネルようこそ。今日の質問は、メキシコ人はみんな、絶対にみんなはマラカスを持ってますか、質問でした。マラカスって知らない人は、これはマラカスですっていう、それはなんか音楽作るための楽です。で、マラカスはね、まあメキシコ人はもちろんみんな持ってます。キューと違う、多分みんななんか持ってないよ。もう私ね、まあ人生で多分祭りとか行く時にとかね、時にまあ誰かマラカス持ってて、タタタタ音楽を作ってるけど、まあみんなは持ってるわけがないです。あとサボテンも、メキシコの上の方しかサボテンがない。ほとんどね、ほぼメキシコにはサボテンがない。まああっても、まあ、食べるためそんな感じです。ということで、となんか質問したいとかね、もうぜひしてください。質問が大好きなので、もうもしこれに関して話してとか、これをやってみてとかあれば、まあ、ぜひ言ってくださいね。皆さんありがとうございます。チャンネル登録と高評価を忘れないでください。アディオスアミゴス。